こんにちは、ギタリストの中島新平です。サードハンド代表の平沢徹です。はい、僕がですね、長年自分のギターの調整を頼んでるギターテックの平沢くんに、はい、今日は来ていただいて、一緒にこのギターの調整なんかをしてみたいなと思います。はい、最初に、はい、平沢くんの、お仕事の内容っていうのをちょっと簡単に説明をしていただきたいなと思ってるんですけど、簡単にですけど、はい、まあ楽器のメンテナンス、修理だったり、うんうん、あと改造、うん、であとは、まあ、ギター系、ベース系、ウクレレとか、まあ、フレットの打ってある楽器、うん、まあ、フレットレスももちろんやりますけど、うん、そういった感じを扱ってますね。あとエフェクターだったりとか、でミュージシャンから要望を受けて、こういう音が欲しいんですけどって言ったことに対して、うん、じゃあこうしましょうっていうような、アドバイス、アドバイスをしたり、じゃあこうやってこれが必要ですね、じゃあこれ作りましょうかって言ったこともやったりしますし、まあ、本当にミュージシャンからの要望を受けてフルで、サポートをするっていうような感じの仕事をやってますね。ちょっと、僕が気になってるのは、釣り具部門があるっていう話を聞いたんですけど、釣り具部門っていうのがあるんですよ、サードハンドっていう会社は。楽器部門、釣り具部門に2つあって、まあ、どっちも好きなことで始めた仕事なんですけど、釣りも本当すごく大好き で、主にやってるのがディールのメンテナンス、改造、修理っていった感じですね。ディールですね、はい、ここの糸を巻く部分ですね。でその他に、釣り具の受注販売、お客さんから注文を受けて、で、取り寄せて販売するっていった感じ、あとは今主な活動というか、まあ注文がすごく多いところなんですけど、ディールのこのつまむ部分のノブをセミオーダーで作ったり、あと東京のボワードさんっていうところとコラボして商品を今出してますね。ノブってなんかこれですよねそうですそうです、ギターで言うとペグみたいな、です、ここを作ってますみたいな、はい、ここにこだわってる人はそうです、もうオーダーして作っていただけると。そうです、ことですね。はい、わかりました。この動画の概要欄にサードハンドの、インスタグラムの URL を貼っておきますので、もしよかったら、はい、見ていただけたらなと思ってます。そこに過去の内容だったりとか、こういうことやってますっていうのも、まあ、特殊な部分だったりとかもいろいろありますけど、そういうところを載っけていただきますんで、はい、ぜひご覧ください。はい、まあ、今回は2人でこのギターのセットアップだったりを一緒にしながら、そのギターの調整がいかに重要なのかっていう話をしていけたらなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のシリーズは、パーツごとに動画を分けて紹介していけたらなと思ってるんですけど、はい、まあ、そもそもじゃあこのギターってまあ、こうやって売ってあるじゃないですか。はいはいはい。まあ、よくこう吊るしの状態っていうね、表現をしますけど、この吊るしの状態で、まあ、買ってくると、はい、ね、で買ってきてそのままこう練習したりライブに持ってったりっていう方が多いと思うんですけど、はい、そのセットアップするっていうことってどういった面で重要なんでしょうか。そうですね、まず楽器屋さんでそのまま売られてるものってのが工場出荷時って言われる状態で、でそれにはすごくトラップというかトラップ罠罠というか、まあ、工場で出てきた状態で新品だから、こう状態のいいまんまこう売られてるだろうって思うんですけど、実はそうじゃなくて、工場出荷時の状態っていうのは、いろんな個人の好みに合わせてセットアップの幅が効くような状態で売られてるのが、まあ、基本ですね。マルチエフェクターとかも、はいはいはい、最初ありますよね。最初にこう買ったら、ね、デフォルトで入ってるセ、はいはい、ファクトリープリセットってやつですね。そう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 ありますよね。でも結局自分の好きなね、エフェクターを組み合わせたり調整したりしますもんね。そうですね、そういうことですかね。
ああもうその状態と思ってもらって大丈夫ですね、うんうん、まあそのまんまファクトリープリセットでいい音が出れば、うん、それはそれで使ってもらっても構わないんですけど、うんうん、やっぱりこうそれぞれミュージシャン出す音が違うのと一緒で、うんうん、やっぱりそれぞれに合ったセッティングだったり、うんうん、どういう音を出したいかっていう要望に対しての、うんうん、答えを出すセットアップの仕方だったりってのがやっぱりありますんで、うん、その辺をきちんと自分に合わせてセットアップをしてやった上で弾くと、うんうん、いい音がもう何倍にもなって返ってくるんで、もちろん弾きやすさだったりとか、うん、そういった部分も変わってきたりしますんで、いい音が出れば出るほど、こう弾けば弾くほどいい音が出てくる。そうすると自分自身もテンションが上がる、うん、ミュージシャン側も、うん、いい気持ちで演奏ができて、うん、より良いライブができる、うんうん、結果的にそうやっていい音につながっていくっていうのの、うん、まず第一歩でセットアップっていうのが大事になってきますね、うんうん、でもこれ一回ちゃんとプロの方にねセットアップしてもらって弾くじゃないですか、はい、そしたらね、やっぱ吊るしの状態のまま使えなくなるよね。そうですね。まあ大体長嶋さんも買ったらまず僕のところにここが気に食わんちゃけどって言いながら持ってこられますもんね。だからもう経験していくと、うんうん、もう思想の時点でわかるよね。ああそうですね。あここをこう調整してもらって、うんうん、こうなるからあいいギターだとかね。目利きも聞くようになる。そうですね、これを知るとね。うんうん、中古で買う場合とかもそうですよね。そう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 、うん、まあ、このギターも中古で買ったので、これ今買った吊るしの状態も持ってきてますけど、うん、やっぱり各所のねバランスが悪い状態なので、はい、まあ、このままではちょっとライブでは使いづらいと、うんうん、いうことなので、まあ、今日セットアップを一緒にしていただくんですけど、はい、セットアップをしておかないと本来の楽器の能力も出ないし、まあ、その自分のプレーも、うん、表現しきれないと。そうですね、いうような面があるということですね、はい、パフォーマンスが 100% 発揮されるように、うんうんうん、これから調整していきます、うん、ということで皆さんセットアップ、はい、大事ですよ。大事です。すごく大事です。大事ですよね、はい、うん、まあ、今回のこの動画のシリーズで、じゃあ具体的にどういった箇所をこうポイントに考えればいいのかっていうのを、はい、お話いろいろ聞いていきたいと思いますので、はい、ぜひご覧になってください、はい、次回の動画も見てください、はいはい。今回は、まあ、基本編ということで、はい、なぜセットアップが大事なのかっていう話をちょっと聞いてみました、はい、次回の動画はこのネックですね、はい、ギターもう僕一番大切な場所って思ってるんですけどネックってそうですね、うん、このネックの調整の話を、はい、聞いてみたいと思います、はい、ぜひですねこれシリーズで上げていきますので、まあ、チャンネル登録していただいて次の動画も楽しみに見ていただけたらなと思いますし、はい、いいねボタンとかですねコメントとかいただければそうですね、分からないところがあったらコメントしていただければその都度。マジですか、はい、答えます。答えていただけますか、はい、答えますんで。いやもうこれラッキーですよ、はい、ということなのでぜひ分からないことがこの動画の内容でも分からないことあればコメント欄に、はい、質問していただけたらなと思います、はいはい、ではギタリストの中嶋晋平とサードハンドの平沢徹でした。ありがとうございます。ありがとうございました。